豊田商店街と豊田商店街は、兵庫県豊岡市警庁にある商店街、大石陸生誕の地、約200メートルにわたって南北に伸びる商店街である、北端の宵田橋詰めでカバンストリートと接する。この地は、1669年の丘陵地を削り取るとともに、町地であった旧豊岡半角内を開いて、町地を形成する大工事が刊行された。 この工事を受け負ったのは、伊豆市の奥田勘三郎であった。三次はその功を称して、豊岡の豊と奥田の伝を組み合わせて豊田町と名付け、豊田町が誕生することとなった。以後、付近には豊岡県庁、役所、小学校、裁判所、病院、警察署が建設されていくことになり、大きく発展を遂げた。 1889年3月に目サカイデミで力持ち食堂の創業者として知られる池口直蔵が満洲店を開店させた。しかし、売り上げが伸びず1895年に京都の寺町六角で満洲屋を開店させ、1903年には京都名物力持ちとして売り出して成功して関西一円に力持ち食堂を展開させた。 1964年には兵庫県北部地域で初めてスーパーマーケットチェーンの豊田が開店した。大正から昭和初期にかけて行われた縁山川改修工事までは縁山川本流が商店街に沿って流れており、縁山川の水運によって繁栄していた。現在も付近の川筋には玄武岩の石積みの護岸が残っており、当時の面影を忍ぶことができる。 例年8月1.2日には、田島三大祭りの一つ柳祭りと合わせ、七夕祭りが開催されている。ありがとうございます。